コントロールしている点が見て取れますね。それが結果にも現れています。ここは一度はキーパーに阻まれたものの、今度はしっかりと決めてきました。にカットされました。これはいいロブです。チャンスになりそうだ。通ればチャンス。ここで見事なタックル。スペースがあります。1点リードにできるか。決まった。先制ゴール。早くもリードしました。これだけ威力があると、たとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。いけるか。入った。ゴール。フィニッシュはボレーで決めてきました。危険な位置です。緊張感が増してきます。来た。ここも決めてきました。これでこの選手は2得点。流れを引き寄せました。